はい、どうもしゅです。ジョンです。ケガンドです。今日の企画は男が本当に来てほしいパジャマトップ3。イエーイ。やってまいりました。やってまいりました。いい企画。いいでしょ。僕の持ち込み企画でございます。ありがとうございます。皆さんいいですか、今回じゃすごいですよ、はいはいはい、夜寝る前、そういうこと何ですか、男性の皆さん付き合った女性とチュッチュですか。はい、その通りです。あ、その時の衣装が何なんですかって時に着てんの。あー、なるほどなるほど、めっちゃ大事や、これすごいでしょ。うん、パジャマは本当に、うん、あの何か所にしちゃいけないですよってことなんですよ。確かに、まあ、男性もしっかりそうなんですけども、はいはいはい、やっぱりそれが夜の衣装になるので、やっぱパジャマを大事にするってことは、男女の関係性の営みを深める行為にすごく伝わるので、これはめっちゃ大事な動画ですよ皆さん。いいですか。しかもあれですよ、はい、あの今、はい、コロナとかで自粛中じゃないですか。だから家にいる時間も長くなるんで。そうですね。いやいやいや。顔芸やねん。まあなんで今回パジャマとそのルームウェアとかもそうですね、出してね、はいはい、トップスリーを出していきたいと思います。やりましょう、はい、いきましょうか、はい、じゃあ出していきましょう。ではで3位からお願いします、はい、お願いします。行かせていきます。はい。つるつるてかてか明日も晴れるかな。何言うてんねん。何それ何それ。パジャマの発表だよね。パジャマの発表です。パジャマの発表だっただけ。違う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 。あの出てると思うんですけど、あの俺、ツルツル素材が好きなんですよ。はいはい、サテンね。シルクとか、ね、あっち系のありますよ。テカテカしてるやつ、うん、あれの素材、結局ザ・パジャマって感じなんですけど、うん、肌触りもいいし、すっごい好きなんですよ。なるほど、うん、女性が輝いてる。柄付きだと柄付きがいいかな。うん、なんかちょっと可愛い感じ。なるほどなるほど。これは私服じゃなく夜ですよっていう、はいはいはい、感じがしこれが、いわゆる分かりやすくちゃんとパジャマやね。そう、これはやっぱ逆に言うと私服じゃ見れないから。そうなんです、うん、それの衣装だから。そうなんです。これやっぱスタンダードやっぱ持っててほしいよね。なるほど。確かに一着これ持っててほしいかもしれないですね。嬉しいよね。嬉しい。で、このちょっと足がしっかり見えちゃってる感じ、はいはいはい、いいね、がちょっとそそられますよね。そうですね。夜とはいえ、うん、これが俺の第3位です。王道やね、これは。王道です。ここで良さはさ、やっぱさ、うん、あの隙があることよね。はいはいはい、ここの上の隙もあるし、下の隙もあるから物理的にね、隙があるってことは手を出しやすいんだよね。はいはいはい、夜の痛みが行われる率高いですね。なるほど。もうトンネルなんですよね。トンネルっす。うん。ということで、トンネルっす。こっちからも入れるし、しかも入る、もうトンネルだらけっす。はい、入り口だらけや。入り口だらけ。じゃあ僕行きます。はい、はい、外で金、うちでも金。おい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 、もう何か分からなくなってきてない。タイトルでパジャマちゃんね。パジャマちゃんパジャマちゃんです。やっぱあのこれニットなんですけど、はい、やっぱりニットで言ったらもう優勝じゃないですか。確かに確かに、服界の王者じゃないですか、うんうん、そういう意味では金メダルの金ね。 うちでも優勝しちゃいましょうよっていう。なるほど、そうなんですよ、ね。でも俺このタイプのパジャマ見たことないかですよね。俺も見たことはない。僕もこれ探してて、あ、これいいなと思って。なるほど、なるほど。でも確かに見てていいなと思った。うん、うん、かわいい。そうです。あと僕あのモコモコのやつをちょっと悩んだんですよ、これ、うん、サインで。でもモコモコやとずっとモコモコはちょっとなんかしんどいなというか、うん、ちょっとこってり しすぎかなと思ったんで、ちょっとニットでスタイリッシュみたいな。ニットはええなぁ。いつでもいいですから。いつでもいいんで、結局、うん、家でも見れるんや、うん、そうなんよ。いいですか。はい、じゃあ監督、ゴールドロジャー隠した代表スウェットワンピース。ありがとうございます。ワンピースですか。見つけてしまったんですか。見つけました。だからワンピース僕言ってんすよ、うん、監督うちがラフテルやったんですか。うちがラフテルでした。あの、あ、これですね。これ見てください。はいはいはい、これなんですけども、はい、生地スウェットで、はいはい、着心地の良さそうな感じ、はいはい、パッとスパッと着れる感じなんですけど、これワンピースなんですよね、はいはいはい、このタイプの、なるほどなるほど、パジャマってあんまりなくない、うん、確かにあんま見たことないですね。あんまないっすよね、うん、で、これ可愛いじゃないですか、うん、シンプルにこれなんか着てすぐにコンビニパーティーみたいな感じも良くて、うん、まあ、これしかもね、あの脱がしやすいんですよ。はあ、確かにペロンだ。ペロンだ。確かに確かに。あって。ほんまや。しかも入れますよね。そうです。入れます。中に入って二人で二人で一人になります。確かに。確かに確かに確かに。それがワンピースっていうことですか。そうそう。お気づきで。いや、ちゃうちゃうちゃう。ちゃうっすよ。ちゃうね。違うの。違う。パジャマの動画やから。ワンピース。ワンピースどうしました。これ。パジャ
前の動画なんですよ。あ、違うの。この頃はゴールド、ロジャーって呼ぶんだね。クレハのやつだ。ちゃうねん、ちゃうねん。ロジャーの話じゃないの。あ、違うんだ。あ、そっちか。俺、これ外で来てる人もめっちゃ好きなんですよね。かわいいっすね。これ来てるママさんとか。ママいます、ママさんいますね。これに髪バチ縛って、うん、あの黒縁の、うん、もうほんまに家が出てきたやろなみたいな、うん、ラフな女性好きなんですよ。いいっすね。まあ結構まあなんか使いやすそうだなっていう、うん、これはなんでちょっとサインに置かせていただきました。かわっちゅう。はい、ありがとうございます。はい、はい、それでは、はい、第2位でございます。はい、あーれーし放題始めました。うわ、マジっすか。この店でこれまだないんじゃないですか。この世にはないっすね。これをパジャマに持ってきたのはすごい意外やなって。俺もちょっとみんな多分似たの出るかなと思ってちょっと癖は選びましたけど、ただ毎日浴衣って意外といいかもなって思ったんですよね。なるほどね。部屋で浴衣って発想なかったわ。ないよね。俺もなんか調べて初めてズキューン来たんですよ。確かに。だって朝ごはん作ってる時も浴衣、うん、起きた瞬間肌だけ、はい、夜あれ確かにし放題よ。一緒にやりたいよね、うん、一緒にだから、そう、あの着やすいやつね、うん、二人とも浴衣って感じですね、これは。なるほどね。確かにそれありやな、全然全然あり。なんかジャパンだしね、いいっすよねっていう度肝抜かれた話でした。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。それいいわ、いい提案。はい、僕いきますね。はい、あの下流の石っていう、どういうこと？写真見たら意味わからん。服なんこれ？これは服だね。いや、なんかもう、うん、本当にもう無駄なものを削ぎ落とされたシンプルなやつです。なるほどね。はいはいはい、はい、もうかなりシンプル。転がり転がって、そう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 、尖りがなくなった。結局行き着くとこは、うん、無地のパーカーでした。なるほどね。あ、無地のパーカーセットアップ、シンプルイズベストだ。そう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 、ね、そうそうそうなんですよ。まあでもこの服の色いいよな。色いいっす、色いいっすね、可愛らしい。てかパーカー好きよな。パーカーとかやっぱトレーナーとかやっぱ好きやな。好きよな、女の子が着るので、これはもうザ・パジャマって感じじゃなくて、うん、これでも、もうルームウェアっすかね、こっちかというと。これでもう生活できますよって。なるほどな。綺麗めだもんね。そう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 、素材感とかも。そう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 。ああ、なるほど。うん、これも飽きないっていう。ここがまあ2位に。飽きないしですね。いいっすね。不動のランクインしましたね。はい、はい、いきます。はい、サテンでエロンって言いますけど。エロンっすか。エロンってエロン、あのサテン、やっぱり先ほどもね、ジョーさんサイン化してましたけど、サテンいいんですよ。いいっす、サテン素材のやつ。はいはいはい。やっぱ隙がめちゃめちゃある素材だから、あれってね、めちゃめちゃいいと思ってて、やっぱここがいいのは、やっぱり隙があるからこそエロンが始められると思うんですよね。待ってください、存じ上げないんです。存じ上げないです。エロンですか。はいはい。いやいやなんでみたいな顔しないんです。夜のね、夜のエロンが、はいはいはい、夜のエロンがやっぱサテン生地はすごくやっぱ上質な素材やなと思います。よく見つけてくれたなと思います。触り心地いいですよね。いいです、サテンは。いいです、めちゃめちゃ大人な感じしますよね。うそうですね、大人な感じもありつつ、うん、それでは第1位になります。1位いきました。お願いします。いただきます。おソロで並んで歯磨こうぜ。おお、これは、うん、あの出てるんですけど、うん、なんかちょっとカジュアルめなセットアップ、はいはいはい、おしゃれな感じだよね。そうで、ちょっと色違いとかで来て、朝こう並んで歯を磨きたいなっていう。ああ、でもそれやりたいんや。やりたい。そうそうそう、なんとなくなんか優雅な感じ、優雅な、おしゃれな感じがするから、これで一緒にいるだけで結構いいのかなって。ちょっとここもバックですね。確かに確かに。なるほど。行ける時行けるぜっていう。そうそう、かつおしゃれだぜっていう。そうそうそう、素材もなんかタオルみたいな。そうそうそう、多分そうだと思う。これがなんか俺は見た中で一番ピンときた。なるほど、なるほどな。おしゃれだね。セットで着たいなって思いました、二人で。確かに確かに。セット着憧れる。うん、うん、まだしたことない、やってみたい。うん、したことないな。はい、じゃあ行きます。はい、あのリボンを着た小悪魔。プラダを着た悪魔みたいな。映画のタイトルみたいにすなよ。かわいい。いや、これ良くないですか。かわいい。これめちゃめちゃいいよ。ピンポイントでこのデザインいいなと思ったんですけど、うん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 、まあ、これ入れた俺のトップ3、めちゃめちゃいいね。あの、さっきまあ2位です、シンプルパーカーセットアップ出しましたけど、うん、これちょっと おしゃれ要素を入れてて、確かに確かに、リボンここについてるし、女の子らしいね、可愛らしさ、はい、足も見えてる、足見えてるね、これ女性っぽいよな。そうだ、家でのこの足見せ好きなんですよね。わかるー。あー、いいなー。外はこうロングスカートとかの方が好きですけど、うんうんうん、うちだとなんかね、ショーパンとか。そうだね。あ、いいじゃないですか、俺だけが見れる足ね。このデザインピンポイントで僕めちゃくちゃいいなと思いました。いいね、
色合いもいいわ。色合いもいいですよね。うん、おしゃれ。こういうシンプルなんでいいよな。いや、そう、シンプルなんでいいよ。色とか、うん、意外と。はい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 。ピンクすぎない方がいいもん、俺は。確かに。うん。はぁ、これめっちゃいいなと思いましたね。かわいいわ、先生。かわいいっすね、これは、はい。これめちゃめちゃ堂々1位な感じしましたね。ねうん。じゃあいいですか。はい。僕の第1位。はい。あの、ちょっと誤解しないでくださいね。おい、どうしたんですか。あれ、お前どうしただって言われるかもしれないですけど、こちら、アラジオタンクトップっていう。じゃあ、アラジオタンクトップ。アラジオタンクなんすね。なんで、うんはいはい、ここに来てタンクトップなのか、はいはいはい、そしてアラジオなのか聞かせてくださいよ。ね、謎でしょ。はい。あの、人間って、あの、絶対塩分ないと無理なんですよ。はいはいはい、生きていけない。水と塩分ないと絶対無理なんですよ。はいはいはい、塩分でも人間、うん、普通に生活したら生まれるんですけど、どっか湧いて出るんですけど、はい、どこだと思います。どこですか。運動した後、なんか塩分出てきませんから、だから汗。その通り。タンクトップに塩分を当てることによって最強のエロが完成するんですよ。なんすかその方程式。どういうこと。どういうことなんですか。汗かいてるんですか。そう、うん、汗かいた時のタンクトップってすごくいいんですよ。へ、うんえー、だからあのこれをまあなんていうんですか、意外ともうシンプル素材にタンクトップだけでめちゃめちゃ、うんはいいいんですよね、割と、はいはいはい、あと塩だよ、うん、あと塩塩って言わないでください。汗のことエロの時にこっちの塩みたいな違うの確かに塩が出てくるこっちの塩もエロいんや。こっちの塩っす。僕が言ってんのは話よ。え、なんか運動してるから寝るってことですか。寝る前に普通にタンクトップ着るのも全然いいんですけど、夏とかね、はいはいはい、あのそういう時に出てくるのがめちゃめちゃ好きっていう。なるほどな。あんまり気取ってる感じしないじゃないですか。しないですね。けどそこに垣間見えるエロさっていう。汗かいてんじゃんって、うん、が割と好きっすね。タンクトップっすか。かなり奥まで行きましたね。行きました行きました。行っちゃってますよ。行っちゃってました。あの今まで散々 SM がどうこう言ってたけど、うん、一番変態。これが多分この字面はネーミングがね、あれじゃ字面はすごい爽やかなんだけど、一番変態って感じました監督に。洗い塩でいいっすよ。洗い塩だけくれたらいいっす僕は。もうさすが海賊王っすね。持ち込んだ人の1位来れないやん。ワンピース取った後はもう洗い塩だけで取った男ちゃうわやっぱ。なんかケロいパジャみたいだけど、まあ、シンプルにやっぱ好きなんですけど、ね、まあまあ単純に可愛いっすけど、可愛い、可愛いなって思います女性も。なるほど、なるほど。はい、ということで、はい、結構でも好み分かれましたね。分かりましたね。なんか意外とよくあるタオル地の短いのがなかったっすね。あ、ゾゾクいや、俺もね、悩んだんだけど好きですよ、うんうん、めちゃめちゃ好きなんですけど、うん、なんか、ちょっと濃くないっすか。あー、そうなるほどね。僕も思いました、それ、うんうん、これが毎日続くなってなると、うん、だから、うんうんうん、見た瞬間めっちゃ可愛いってなるんですよ、うんうんうん、毎日続くなって思うとその意外とそのサテンとか、はいはいはい、スウェットとかの方が、うん、あの馴染む、うん、さっぱりしますね。さっぱりしてます。豚骨ラーメンより、うん、そうそうそう、塩ラーメンだよね。塩ラーメンってね、なるほど、うん、意外とって思いましたね僕は、はい、確かにそこはちょっと意外だったかもしれないですね。うん、俺も意外だった。はい、ぜひね、彼氏かと使ってみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。パジャマ監督いらん、いらん。ありがとう。